皆さんこんにちは、検疫産婦人科医師のママジョイ千恵子です。皆さんは卵子凍結ってどんなものかご存知ですか？最近では一般的にも結構知られるようになってきていて、医療的に必要だから卵子凍結をするっていうだけではなくて、病気ではないけれども将来のために卵子凍結をしておくっていう方も増えている印象です。もしかしたら皆さんの周りにも実際に卵子凍結をしたいよっていう人もおられるかもしれないですね。ということで、今日は卵子凍結ってどういうもので、どういう人が行っているのか、どんな問題があるのかなどについてお話ししていきたいと思います。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。さて、卵子凍結ってそもそも何かっていうところなんですけれども、その名前の通り受精していない卵子を凍らせちゃうっていうものですね。体外受精なんかで使用されている凍結胚移植の場合には、卵子に精子が受精した状態で保存しておいて、それを使用する形なので、凍らせても安定した状態になっています。受精したものを凍結する技術は1983年からあって、不妊治療の現場での選択肢として使用されてきた経緯があります。これに対して、受精していない卵子のままだと結構不安定なんですね。そのため受精したものを凍結するよりも技術的に難しかったので、1999年に初めて凍結保存卵子の出産が報告されていますが、実用化はなかなかされなくて、2013年くらいになってようやくアメリカでも推奨されるようになったっていう技術だったりします。卵子凍結はそもそもどういう時に使われる技術かというと、今は妊娠しないけど将来妊娠したいっていう時に妊娠できる選択肢を残すための妊用性温存を目的に使われます。例えば乳がんや白血病などの治療のためにすぐに抗がん剤を使わないといけない状況になってしまった場合など、抗がん剤によって卵巣機能が損なわれてしまうリスクがあります。抗がん剤を使用するときにパートナーがいれば、卵子を精子に受精させた状態で凍結しておけばいいんですけれども、パートナーがいない場合には将来妊娠できる選択肢を残しておくためにはっていうことで、卵子を凍結しておくわけですね。これがそもそもの医学的適用での卵子凍結なんですけれども、これ以外にも今は妊娠したくない、もしくは妊娠したいパートナーがいないけれど将来的には妊娠したいから卵子凍結を行っておくっていう人が増えてきています。実際に私の知り合いでも、パートナーがいない状態で将来のために卵子凍結をしたっていう女性が何人かいたりします。若いうちに未受精の卵子を取っておくことで、将来その卵子を使って妊娠できるようにするっていう選択肢を残すっていう目的ですね。そういった形で卵子凍結をする場合には、妊娠を想定する時期が数ヶ月後ということもありますが、5年だったり10年だったり、またはそれ以上だったりと、いつまで凍結しておくかというところについては、凍結する時点では決まっていないことが多かったりしますね。さて、卵子凍結保存ですが、抗がん剤治療を使用するからとか、放射線治療を行うからっていう理由で卵子凍結をしようと考える人もいますが、最近ではそういったニーズよりも妊用性温存のために卵子凍結しておこうと考える女性が増えています。最近では加齢による卵子の質の変化によって妊娠率が低下していくということは一般的にも知られるようになってきています。皆さんも若いうちの卵子の方が妊娠を継続できる可能性が高くなることはよく知っているかもしれないですね。そんな中で若いうちに卵子凍結しておこうと考えるのも無理はないかと思いますが、実際に行おうとするとかなりの費用がかかってきます。卵子凍結には保険適用がありませんので、かかってくる費用はすべて自費となります。凍結する卵子を採卵するところから始まり、凍結する卵子の数に応じて費用がかさんでいきます。また凍結する年数を延長するのにも追加で料金がどんどんかかってくることから、トータルで数十万円かかってくるのが一般的です。
また凍結していた卵子を実際に使用するとなった場合でも、凍結していた卵子をまた元に戻して受精させた状態で子宮内に戻すといった形の不妊治療が必要になります。不妊治療を行う場合には助成金が出ることもありますが、それでも自然妊娠に比べるとかなりの高額になっていきます。つまり若い卵子の方が状態がいいから気軽に凍らせちゃおうかなみたいなようなもんでもないんですね。さて、実際にその凍結した卵子を使用する人がどのくらいいると思いますか？トータルで数十万円もかけてせっかく凍結していた卵子使用しないと損な気もしますよね。これについてはスペインで10年以上にわたって行われた研究報告があるんですけれども、その研究では 10% 程度しかいなかったと報告されていて、凍結しておいても実際に使用する人もそこまで多いというわけではないです。なんでせっかく高いお金をかけて凍結保存しておいたのに使用しなかったのかなっていうことについての研究もあるんですけれども、それによると半数近くの人が一人親を避けたい、つまりパートナーに巡り合っていないから凍結卵子を使用していないという意見が最も多かったということです。その他にもパートナーに巡り合った場合でも自然妊娠をトライしたいとか、子を持つ準備ができていないなど様々な理由から凍結卵子を使用しない人が 90% にも上るということです。凍結する時点で不確定な未来に対して保険という意味合いで卵子を凍結する人が多いということですね。世界的には日本のように卵子凍結を行っている国もあれば、卵子凍結自体が禁止されている国もあります。例えばオーストリアやフランス、マルタでは禁止されています。また海外では卵子提供のために卵子凍結保存を行う場合が最も多く 60% を占めると言われています。ちなみに日本では卵子提供は基本的には行わないことになっています。というところで卵子凍結についてお話ししてきたわけですけれども、卵子凍結自体は先ほど出てきたように結構な経済的な負担がかかるものだったりします。またより妊娠に適した卵子を残しておこうと思うと、若いうちの卵子の方が成績が良いとされているんですけれども、若いうちから採卵から凍結までにかかる費用を負担するのはなかなか困難ですし、結婚や妊娠の年齢が高齢化していることも考えると長期間凍結しておく必要が出てきたりして、さらに費用負担がかかってきます。日本では卵子凍結自体は禁止されていないですので、個人の意思で卵子凍結を選ぶことが可能ではあるんですけれども、社会的倫理的な問題を考えるとなかなか難しいところかと思います。ベストは自然な形で妊娠していくかと思いますが、いつ良縁に恵まれるかなど不確定な未来に対しての保険という意味では選択肢として今後も増えてくる可能性もあるかなっていうところですね。というところでまとまりのないまとめになりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。